最近呂布さんに夢中でいろいろ拝見していたのですが、呂布さんがペニバン舐めてる動画を見てから自分の中の何かがどうにかなってしまい、呂布さんを見るとき、女性をエロい目で見るときのようなジクジクした何とも言えない気持ちになるようになってしまいました。呂布さんはしこい対象という目で見られるのは不快でしょうか。浅江さんはどっち、性別。女の人が俺を性的な目で見るのは全然いいんだけど、まあ男もいいかな。まあいいですよ。そういう目で見てください。普通に俺はラップっていうのはそもそもセックスアピールだと思ってるんで、あんまりその人いないと思うけど、全然そのしこい目で見てくれても全然いいです。